お待たせしました。ユーマグの会長の瀬尾と申します。皆さん素敵なね、ちゃんと免田さんのプレゼンを聞きまして、非常に拙い私が、ただの通りすがりの私はサラリーマンなので、その辺はご勘弁をいただきたいと思います。で、ユーマグって、一応自分では有名だと思ってるんですけど、知らない方っていらっしゃいますか？おい、うちわでやるんだよ。ですね、多摩の長山というところで、多摩市長山という地区でですね、やっている、ユーザーグループです。毎年スタッフとして参加していますけれども、何かしらこうやってプレゼンをやっているんですけれども、ちょっと喋り手が変わっているというのが今年の違うところです。で、去年の、開催後からですね、ユーマグ何やってたのっていうのをすごい簡易版でご説明したいと思います。まず、今年ですね、世代交代が、1年間の間でありました。これは皆さん知ってる方いらっしゃると思うんですけれども、昔ですね、杉山さんという非常に何でしょう、声の色っぽい男がですね、ポッドキャストを通じてやっていたんで、ポッドキャストと杉山とユーマグっていうのがもう一つにリンクしていたようなものですが、ちょっと3年ぐらいですか、それをずっと続けておりまして、ちょっと休みたいということでですね、私が今年の1月から引き継いで、やっております。で、今杉山さんは、どこ行っちゃったんだろうっていうのがあるんですけれども、それはですね、ピクスタの方によく出没してるんですね。乗ってはいないんですけど、車の写真をよく撮ってそこで商売をしようとしているようです。あとは何やってるのか本当に私もたまに聞くんですけど、全然わからないです。忙しいっていう割には定時で帰っているようです。で、続きまして、沈みゆく誘惑、これはですね、分かる人は分かるんですけど、杉山会長、前先代がいなくなってですね、ユーマグの存在感が、なくなってきちゃったんですね。これは週に3回月水金と10分足らずのポッドキャストだったんですけれども、どんなことをやってるかとか、世の中にどんなニュースがあるかというものをちょこちょこっとまとめて語っていたんですけれども、それが、ポツッと途切れちゃってですね、そのまんまになってしまいまして、ユーマグのアピールがだんだん薄れてきちゃったと。なんで、なんとかしなくちゃということで、ユーマグといえば中で本当は定例会とか分科会っていうのをやってます。で、定例会っていうのは中でゲストを招いて、今のベンダーさんのように講話みたいなものをいただいたり、あとメーカーが来て実機を見せてくれたりとかですね、あと好き物ですからいろんなものをマニアックに持ってますんで、それを交換したり。で、分科会というのは単純にその中で特筆したものだけをやっている、メインに集まっているもので、全メンバーではないんですね。その中から何人かが入っていると。で、工画部、別にこう写真部ですね、あとドンマガ編集部、これは iBooks の方に電子書籍というか雑誌を出しています。あと軽音部、これはガレージバンドを使いながら曲を作ったりしておりますし、あとこの au ジムフォースっていうのは私たちみたいにこのスタッフでこの中で動こうという仲間たちです。で、ここで我々は思ってないんですけども、なんでこんなに楽しいのにね、なんで会員増えないんだろうかと。で、これはですね、宣伝してないからですね。前のポッドキャストも時事ニュースが主であって、で、最後にですね、今度のユーマグは何ですっていう宣伝をして終わりになって、サザエさんの終わりみたいになっちゃったんですね。で、実際やってる人間は楽しくてしょうがないんですけれども、皆さんに見せる機会がないと。で、ウェブの方でちゃんと出した方がいいんじゃないかと思ってたんですけれども、これがですね、ちゃんと作ってたんですけども、ほとんどだんだんポッドキャストの何でしょう、防備力みたいな感じになってきてしまいまして、廃れちゃって、部活の運動をちゃんとアピールすることができなくなっちゃった。それで、なんだろうなって考えているうちにですね、これ全然話が急に飛ぶんですけども、私ちょっと今気になっていることがあってですね、ここに書き足したんですけど、ちょっと順番がいいや。ですね、新たな仲間ということで、これ全然関係ないんですけど、これ知ってる方いらっしゃいますか？
これですね、Google で検索すると出てくるんですけど、ウィキペディアにまだ載ってないんです。これですね、長ドンといって長山のゆるキャラなんですね。で、この間の6月の1日に、なんか妖精なんですけど、なんか実体化したということで、設定でなんかいきなりキャンペーンを始めまして、で、まあ私はどこ目の位置がですね、このドラえもんが外側に茶屋の方にあったのが中に来ちゃっただけじゃないかと思ってるんですけれども、まあ、こういうのが来て、ちょっと長山ってこういう運動を外にアピールする気があるんだなということで勇気づけられました。というのがちょっと間に挟みまして、それを受けてですね、ユーマグは守りから攻めということでホームページを作成して情報を集約してそこに発信しようということで広報部というものを作りまして、イベントカレンダー、ニュース、連絡、あと分科会の報告、あと入隊会案内もですね、こちらの方を一点に全部まとめてですね、そこから見ればユーマグ見えますよというのを作りました。あとですね、バラバラでありました Facebook とか Twitter も連携するようにいたしまして、まあ、ポッドキャストはちょっと落ち着いてから、始めようかなと思っております。でまたあと YouTube とかですね、動画の方も実はアカウントがありまして、そちらの方も、こちらをからですね発信できるように準備をしております。で、まあ、こんな感じでホームページがありまして、こちらはですね、ちょっと前にも見た方がいるかもしれないんですけど、これはテストバージョンでした。でも今は本当に普通にアクセスしていただければ見ることができます。で、まあ、こちらの方で部活が今このぐらいあるんですね、7つかな。で今度広報部ができましたので9つになると思うんですけれども、こちらを引けばどんな活動をしてんだよっていうのがあります。でちなみに一番近いところではですね、来月11月の15、16、同日、うちの先ほどトップにありました工学部写真部がですね、こちらの長山の公民館で写真展、まあ、開きますんで、そういうところか、まあ、見ていただけたらありがたいなと思います。でこちらの方、まあ、例えば Q&A みたいなところですね、新人の会員を捕まえて聞きたいことを聞いたらこういう質問をいっぱい投げてきたので、まあ、みんなが聞きたいのもこういうものじゃないかということで、まあ、いろいろまとめております。まあ、詳しくはですね、ホームページの方を見ていただきたいなと思います。会員募集中しておりますので、その辺の方ですね、ぜひこのスタッフの T シャツ着てる人を 3、4人聞けば必ずどこかでユーマグですんで、私会員じゃないって言われたら、まあ、すいませんとか、まあ、じゃあいいやでもいいですから言っていただいて、お声掛けいただければできます。でまずですね、私が、まあ、一番言いたいのはですね、アップルの好きな人って結構一人ぼっちが多かったりするんですよ。ですけども、そういったところで、ね、こういう話が入るとですね、すごい深い人があってですね、で年齢差も男女差も何もなくです、もう均等な目線でですね、楽しく本当に話し続けられるんですね、切々とアルコールがあってもなくても、それが非常に楽しいので、ぜひご機会ありましたらですね、当ユーマグでもよろしいですし、お近くのユーマグじゃないです、UG を検索していただいてもいいです。でまたは自分に合うのがなかったら自分で作ればいいですね、UG 立ち上げることも全然可能ですので、そういった点でちょっと自分の世界を広げて、まあ、私たちみたいに楽しんでる人ともいるんだよということを知っていただきたいということでお話しさせていただきました。以上です。どうもありがとうございました。